野崎チャンネル。そこというところで、なんともう今朝3時ぐらいかな、あの日刊スポーツ、佐々木が所属している日刊スポーツから、西武、山川選手 FA によるソフトバンク加入によっての人的保障が、なんとソフトバンクホークスから和田投手が選ばれるんじゃないのかというところで、近日中に発表というところになったんで、まあ多分ほぼ確定事実じゃないのかなというね、まあ佐々木も日刊入ってますから思うんですけども、まあ確定はね近日中に発表されるという見込みですけども、なんとビッグニュースね、佐々木は朝早くから起きて、今日はあのゴルフに来てますので今駐車場で撮ってますけどもね、今年和田投手21試合先発登板で 3.24 防御率で8勝6敗、今年の昨年かのホークスの勝ち頭有原に次いで20試合オーバーも先発で投げて、まあもちろんね5回とか投げても6回ぐらいかなっていうところのイニングにはねなりますけども、40歳超えてね、規定投球回2桁勝利をね上げるのが目標だと言ってきて、そしてソフトバンクホークスのね新監督小久保監督も、今季2024年の開幕当初は有原か和田かなとでもうびっくりしすぎて咳出たわ、本当ね、言わしめてるぐらいの選手がプロテクトから外れて人的保障で西武に入団、これはホークスファンの皆さんたまげてるんじゃないですかね。だからもしこれで仮に小久保さんも知ってたのかな、知ってて一緒になって外すのを了解したのか、フロントだけで手動でプロテクト外すのを決断したのかは正直わかりませんけども、いや小久保さん入ってたら和田開幕投手候補ですよなんか言うかなっていうところもあるんだけどもね、その中で今年のホークスの一番の課題はね、山川ウォーカーなどの長距離砲も取ってきたと、攻撃バンバン行きますよとなってますけども、リリーフ陣もいいですよとね、オスナも残留しましたよと数年でねってなってる中でね、一番の問題点は外国人選手の補強と、最大のね問題点は先発をどうするかっていうねところね、昨年はシーズン途中からね、日本に帰ってきた有原が10勝投げたっていうところもあるけども、先発が苦しいと、クオリティスタートもなかなかいかへんと、リリーフは熱いぞと、先発熱くしなきゃいけないっていうのを昨年のねホークスの課題の動画からずっと言い続けてきて、だからドラフトも即戦力いくのかなって言ったところで、ね、大阪桐蔭の前田君、しかもその前田君が左で和田投手大好きだとね、で和田投手と一緒のねチームに入っていろんなことを教えてもらえるのが楽しみだと、キャッチボールするの楽しみやとね、で入団した瞬間もういませんみたいなね、ところになるんだけども、まあ誰主導かわかんないけども、これで仮にもしね決定、確実に決定してコメントがね、まさか和田投手を指名するとは思ってませんでしたって言ったらマジやばい、マジやばい。あの西武はね、皆さんもご存知の通り、過去ねあの住谷が FA して、ジャイアンツに行った時に宇都宮を人的保障で取ってる実績あるからね、取るからね、だからその時の動画でもね、今宮はプロテクトするやろうとね、源田がショートにいるからしないから外しても西武は取りますよと、でサード岩宮ショート源田とかね、二遊間でね源田今宮で殿崎サードとかありますよってね、しとかないとっていうねところで、だからまさか和田を指名すると思いませんでしたって言ったらもうマジやばいけど、まあなんていうコメントを出すかはね、まあ楽しみですけども、だからホークスにとってもかなりの損失だね。だって和田ってもうなんかミスターホークスみたいなね、多分大英からの入団だったと思うから、ミスターホークスっていう、だからもう大英選手もう誰もいなくなったんじゃないのかな、ホークス ねミスターホークスっていうぐらいだし、これでまたねレジェンドね、マッチもそうだったけども、ホークスで引退試合がないっていう、これはホークスファンの皆さんどうなんですか。まあこうなってね、別に西武が悪いわけでも何でもないからね、プロテクト外した方が問題あるっていうところもあるけども、その和田がいることによって、まあもちろんね40歳以上ね、どんどん球も速くなってきてるっていうのもあるけども、ここから何年できるか分かんないっていうところもあるしね、あの若い選手のね未来を変えたいから外したっていう思惑もね分からんでもないけどもね、和田の存在価値っていうのは
その成績だけじゃないと思うんだよね。その練習方法だったりとか練習姿勢だったりとかね、その若手のアドバイスだったりとか、それを見ることによって、そのいい影響をチーム内に、特に投手陣、若手の投手陣、しかも同じ左腕っていう人たちにね、特に大きな影響を与えるっていうところでは、存在してること自体が価値だと思うんだよね。成績以上のね。でしかも現実ホークスは先発が今課題やっていう中で、昨年チーム2番目の好成績を起こね、成し遂げた和田の損失っていうのは、でこれ西武にとったらね、めちゃくちゃプラスアルファだよ。もちろんそのね、西武は特に先発投手陣結構タレントが揃ってるから、和田にとってもかなりゆったりとしたローテーションを組んでもチームとして痛手がないと思うんだよね。でしかもそこでしっかり投げてくれるっていうところでは、さらに厚みが増してプラス、もしくはで、ね、もう一つはね、今西武っていうのはちょっと左腕王国になりつつあってね、今年もドラフト1位で引き当てた竹内ね、工学院から来る、で隅田ね、で、佐藤ね、でちょっと伸び悩んでいる浜谷とかね、でまあ佐々木っていうところも、いるしね、この左の選手たちにとったら、この和田と一緒に練習できたりとか、和田に話を聞けたりとか、和田のテクニックを盗むっていうところでは、めちゃくちゃ未来への投資としては、西武の若手の投手陣たち、でもちろんそれによってね、高橋光成なんかも和田もアメリカ行ってるしね、メジャーの話も聞けるだろうし、今井とかね、この若い右腕たち、ね、平もそうだし、また新しいね、技術、トレーニング、やり方、練習姿勢というのを学ぶことによって、今かなりいい形で投手陣が上がっていこう、若手の突き上げでいい感じになっているところ、和田っていうスパイスが来て、さらにプラスアルファ、西武の戦力が上がるっていうところでは、今年の西武のまた期待値は上がるし、佐々木ね、ホークスの準優勝総括では5位にしてますけど、いや、これ B クラスが現実味になってくるぞっていうね、その、結果、数字だけじゃなくて、ホークスにもたらした和田効果っていうのはめちゃくちゃ多いと思うんだけども、それがなくなるっていうのはね、かなりのチームとしての損失あると思うんだよね。びっくりだね。ホークスの皆さんどうですか？でも西武としたらめちゃくちゃいいチョイス、和田はね、最高の本当にチョイスだったと思う。いろんなことも勉強できてね。俺はもう和田ってソフトバンクの次の次ぐらい、もしくはその次ぐらいの監督にね、なる存在だと思ってたから、ね、チームとしては、ね、どうなんやろうっていう、この判断をね、プロテクトだぞっていうのはどうなんやろうっていうところがあるんで、まあそこら辺はね、まあ正式に決まった時に、今後のね、対応っていうのを待ちたいっていうところも、ね、どういう発言があるのかっていうとも、待ちたいし、まあ和田もね、今自主トレ、ね、真っ只中の中でね、こうなって、かなりバタつき感もね、あると思うけども、まあシーズンに向けてね、リズムを崩さないで、まあベテランだからね、大ベテラン、大エースだからね、まあできると思いますけど、さすがに和田もね、メンタル揺らぐと思うからね。まあでもこれはね、別に西武としては何も悪いこともないしね、ルールにのっとってやってる中で、これはいい選択だったと思いますけども、まあ正式なね、発表を今後ね、待ちたいと思います。第一報としてね、日刊スポーツが、報じたっていうところを撮影がね、解説してみました。で、続いてはね、ちょっとスキーに行ってたんでね、この日高のね、人的保障をね、取れなかったっていうところもあるけども、ね、西川がね、オリックスに移籍した中で広島はね、日高をね、人的保障を取ったけど、日高ウインターリーグでもめちゃくちゃ良かったし、ね、来季に向けて日高、そして佐伯、川瀬、で、斉藤京介っていうね、ところのこの4人のね、若手のピッチャーがね、山本が山崎幸也が抜けた穴をね、埋めるんじゃないのかっていう期待の中でね、まだ1年目だからね、1年目で、プロテクトから外れて広島に移籍するっていう中で、広島としてはめちゃくちゃいい選択したと思うんだよね。こっから若手のね、突き上げというところでは未来に向けてはね、かなり日高っていうのはいい存在だし、いいピッチングもしてるし、潜在能力も高いし、かなりのね、いい選択だったと思うけども、その日高のオリックス、ここね、ちょっともうね、人的保障もね、考えないといけなくなってくるんじゃないのかなっていうね、このルール自体をっていうところが、ちょっと日高がね、人的保障で選択されたっていうところでちょっと思うところがあるんだけども、その動画ね、撮るとまた長くなるから、もうゴルフに行かなきゃいけないからね、ちょっとまたそれはね、後の動画でちょっとね、喋りますけども、これはね、広島にとったら、ほんと日高はね、めちゃくちゃいい選択だったし、オリックスとしてもね、動画でもやったけど、なかなかね、
28人でキツキツだからね、どこを入れてどこを外すっていうのはかなり難しい選択だったと思うけども、まあオリックスとしては多分今年も4連覇する、今年4連覇するための選択だったと思う。だから未来への投資の選手たちが外れちゃったんだと思うんだよね。で、その中で、まあ先ほど言ったように川瀬ね、佐伯、でね、斎藤京介っていういいね、ピッチャーも日高もその中の一人やけども、来年優勝するために、あ、じゃあ今年か、今年4連覇するために、未来に向けては大事だけど外しちゃったんじゃないのかなっていう苦渋の決断の選択だったと思うけども、広島カープにとったらこれ日高が入ったことによってね、常広、ね、そして、高、ね。で、日高、ね。で、斎藤もね、ドラフト1位サブレンドもいるし、これはね、若手の投手陣の突き上げはね、すごく良くなって、これで、キャンプ見に行くけども、この外国人選手の活躍とか、期待値次第では、あとは林とか田村とかのね、若い選手の伸びしろ、ね、矢野、大道、初期なんかも、バイブレイヤーのね、成長、琴野のね、さらなる一本立ち見たら、これちょっと再開予想じゃなくなる可能性あるね。この日高の人的保障を見て。これちょっとキャンプオープン戦見るのが楽しみだし、これひょっとしたら広島がね、今は再開予想だけども、ジャンプアップする可能性もね、出てきたんじゃないのかっていうところはね、この人的保障も絡めてね、ちょっと感じたかなっていうところもあるんでね。まあ、あとはね、ちょっとこの FA の、問題についてはまた違うところでちょっと取りたいと思うんで、そちらをね、ぜひ楽しみにください。ということで、緊急の、速報を出しましたけども、日高、そしてね、和田の人的保障についての動画でした。話題についてはね、正式発表を待ちたいと思います。北斎の皆さんはどんな感想をお持ちでしょうか。さっきはこんな感想です。それでは。